メールちょっともう一回 <laughs> 頑張ろうと思ってたんですけど今日の夜のメールって届いてないかな届いてないかもしれない待ってえー、届いてなさそうえー、届いてないかもごめんなさい そうなったら明日の朝に今日送ったやつちょっともう一回送ります。ごめんなさい、遅くなっちゃったんです。声枯れてる、ごめんなさい。<laughs> 夜型っていうか、レッスンとかが終わるのが遅くて、朝はちょっと、あんまり、あんまりちょっと、笑顔の花咲いてありがとうございます。あ、頑張った、パンパカパンってやつ。<laughs> ありがとうございます。 豆柴ちゃんかわいい。花枝ちゃんも <laughs>。私おまけだ。黄色ありがとうございます。あ、目玉のありがとうございます。ハートありがとうございます。お昼に来て嬉しかった。いや、朝本当送ろうと思ったんですけど、送れなかったのと、夜、夜なんか、このままだと届かなそうな気がする。ごめんなさい。 ごめんなさい。私が送るのがちょっと遅かったのと、あとメールの調子が良くなくて送るのにすごい時間かかっちゃうから、それで遅くなっちゃって間に合わなかったのかもしれない。ハートありがとうございます。あ、目玉の羽根ありがとうございます。 そうですレッスンとリハーサルがここ最近は毎日あります <laughs> こんばんはごめんなさい <laughs> 今日も私みかん持ってきましたこちらの,あのメールが届かなかったということでメールに書いたやつをちょっとショールームで告知させていただこう <laughs> ちょっとだけ 11月20日と26日と月違う12月10日のオンラインロング個別おしゃべり会の洋服が決まりましたであのー、まあこんな感じでみこさんとかいろいろやるんですけどなんとさっき調べていたら受付が明日の14時までらしい。 短いそして今回で受付全てあの未完成の未来の CD 全体としても最後らしいのであのちょっとでもお話ししに来てくださると嬉しいなみたいな <laughs> 感じですやば待ってなんか鳴ってるごめんなさいアラームみたいなリマインダーが鳴ってる消すの忘れてたごめんなさい すいませんでこのおしゃべり会の髪型決めてないから髪型も決めるんですけどどうしようかな,なんかおしゃべり会で見たい髪型とかありますか そうなんです今週末がもうツアーなんです目玉の羽飛んでるのありがとうございますお疲れさんぽありがとうございますお寿司はマグロのユッケーとサーモン生エビとかかなでも意外と寿司屋さんに行って何でも食べる日だったらあの普通になんかお肉とか乗ってる ロースト、違う、生ハムの寿司とか、もう普通に食べます。<laughs> 黄色の目玉のありがとうございます。黄色じゃないよ、目玉の根の。黄色いペンライトありがとうございます。そうなんです、ラストなんです。ハートありがとうございます。待って、びっくりしちゃった。なんだこれ、待って、何これ、何これ。あ、キョンシーだ えー、きょんーのくまさん、ありがとうございます。けんじの、一押しは、花江さんだけですさん。待って、花江さんですが、花江さんだけですになってる、嬉しい。くまさん、ありがとうございます。やった花江さんだけなんですね。それも、あの、めっちゃ最初の最初から来てくださってる、嬉しい。ありがとうございます、けんじさん、いつも。 全日って買ったけど、花江といっぱいおしゃべりしたいから買い足すかな。え <laughs> え、ありがとうございます。たくさんお話しようね。いつもたくさんお話しできて嬉しいです。サンタさんの花江ちゃん。<laughs> え、でもに似合うかちょっと。わかんない。ねそう、タワー来てびっくりしました。<laughs> え、それもなんか何のクマさんかわかんなくて、拡大したらようやく気づきました。キョンシーですね、多分。キョンシーのクマさんかわいい、なんか。 中華棒、中華棒みたいな。なんて言うんだろう。なんか変わったの書いてる。熊教師ありがとうございます。あ、黄色のサイリウム見つけます。本当に。嬉しいです。黄色のサイリウム。見つけやすいこと見つけやすいことっていうか、黄色のサイリウムにした一番の理由が見つけやすい色だから、みたいな感じで、黄色と黄色にしたので。 絶対見つけますえー、でもキョンシーのコスプレ結構何人かおしゃべり会でしてたんですけどなんかちょっと着てみたいってちょっとだけ思いました <laughs> 目玉のありがとうございますハートありがとうございます私も花井だけでよいや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  え、だって、だって、あと2人書いてあるじゃん。黄色振ってくださったら絶対見つけます。えー、え教師教ー、ちょっと着てみたいかも。でもなんか私も、皆さんとショールームで、この、これを決めるときに、案として教師ってあったんですけど、教師ってなんかこうやってぴょんぴょん飛んでる <laughs>、あの、バキみたいなのしか思いつかなくて。 教師って何みたいな感じで <laughs> あの<ー笑>普通になんかこういうお化けみたいな格好するのかと思って弾いちゃったか「アンには入れたけどうーん」とか言っちゃったのかなでも意外とみんな <laughs> 意外とみんなじゃん,ん意外とこの前みんな来てたの見てああ意外とちょっと着てみたいって思った ハートありがとうございます。ユうなスライムに腰まで疲れそうになったけど、自力で脱出した方、私ほめて。え、言うなスライムって何スライムスライムなのえ自力で抜け出したえー、え。でも、うん。えー、<laughs> ユ言うなちゃんもなつきちゃんも。 二人ともすごい可愛いけど、私のことをしてくれないと悲しくなっちゃうから。<laughs> 黄色2本です。黄色フルありがとうございます。黄色と水色、あえほんまひなたさん、推しなんですかちょっとびっくり。え、そうだっけあれそうだっけえ、そうなんですね。え、ひなたおさん、ひなたおさん推し、え 噛んじゃった日向さん推しなんですね、びっくり。プライベートでコスプレしないです。すもちゃん、みかん。あれ、すもちゃんにうちみかんあげたっけあげたような、あげてないような。あ、でもご飯は一緒に食べてました。あんまり記憶が飛んでる。目玉の羽の飛んでるのありがとうございます。 教師はぴょんぴょんこうやって飛んでるイメージですサイリン持ってなくてもあっあのおっきくおっきくなんかでも周りの方に迷惑かからないぐらいこう振ってくださると見つけやすいので手振ってくださいハートありがとうございますみかんは愛媛のみかんでした花枝が一押しだから信じて。 今のところ信じてます。今のところ。こんばんは。えー、バラありがとうございます。初見じゃないけど、初見じゃないけど、初コメです。あ、初見ではないけど、コメント初めて。ありがとうございます。コメントしてくださって。初見じゃないってことは、またけん、ん見に来てくださったことが前にもあるってことか。ありがとうございます。あ、待って。 57分、そう。で、これの、これの髪型をあの決めたかったんですけど、一人も、お一人も髪型これ見たいってコメントしてくださった方がいない。<laughs> ハートありがとうございます。お一人も髪型についてコメントしてくださらないんだけど。なあ でも、時間がやばいので団長を見します。1位からいきます。1位、ケンジの一押しは、花江さんだけです。ありがとうございます。くまさんの、キョンシーのくまさん、ありがとうございます。花江ポーズにしようかな。花江ポーズ。ありがとうございます。2位、3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。ハート。ありがとうございます。3位、ライスちゃん。 ライちゃんありがとう小顔ポーズありがとうございます。4位、パンダのテヨさん。パンダ。ありがとうございます。5位、流行語大賞さん。ありがとうございます。ハート。ありがとうございます。6位、ノンタさん。ありがとうございます。どうしようかな。ヘビハート。ありがとうございます。 7位、タッチンさん、ありがとうございます。複顔。ありがとうございます。8位、茨城のゆうきさん、ありがとうございます。猫。ありがとうございます。9位、チェリーさん、ありがとうございます。豆柴ちゃん、待って、時間がやばい。10位、ウルグスさん、ありがとうございます。ハート。11位、へこたれないさん、ありがとうございます。 12位、あおいんさんありがとうございます。13位、マスルデッセさんありがとうございます。よし、間に合った。ギリギリ。こちらの受付は明日までですので、よかったらメールに書き忘れちゃったから、ちょっとごめんなさい。告知をさせてください。おやすみなさい。 おやすみなさい。